佐々木駅は、新潟県芝田市は確か中沢にある、東日本旅客鉄道白新線の駅である。短式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線の計2面3線のホームを、有する地上駅。両ホームは、古線橋で連絡している。かつては、新越組合資料及び、北京科学工業の専用線が存在した。 JR 新潟ビジネスが受託する新潟駅管理の業務委託駅。駅舎内には、簡易水化改札機、自動券売機のほか、自動販売機、トイレなどがある。一線スルー方式となっており、主に一番線から発着する。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は723人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。 駅前に設けられた、慶和学園大学のバス待機所周辺は、古くから住宅地となっており、特に駅裏手の上中沢西地区は、新興住宅地となっている。柴田エリアのバス路線図。詳細は示していないが、当駅前からは、西牢エコミニバスも発着する。佐々木駅バス停に停車中の西牢エコミニバス、桜んぼ号西牢エコミニバス。 佐々木駅バス停駅前には隣接する北神原郡、西牢町が運営する、西牢エコミニバスの佐々木駅バス停があり、西牢町中心部方面への路線が運行されている。また、駅の北側を走る県道26号沿いには、新潟交通観光バスの佐々木駅前バス停があり、柴田、新潟漁師中心部方面への路線バスが運行されている。 2018年4月現在の路線を以下に示す。詳細な運行情報は、セイローエコミニバス、柴田エリアを参照。ありがとうございます。